リファンピシンは、抗生物質の一種。分子式 C43H58N4O12、分子量822.95の有機化合物。リファンピンとも言う。製品名は、リファジンカプセル 150mg。放線菌の一種ストレプトマイセスメディタニーが、生産するリファマイシンから、反合成される。の RNA ポリメラーゼに直接作用して、 RNA 合成の開始反応を阻害することにより、抗菌力を発揮する。リファンピシンは薬物代謝酵素であるサイプ 3A4 の誘導を行うため、この薬物相互作用に対して注意を要する。結核やハンセン病の治療に用いられることがある。副作用としては、肝機能障害などが挙げられる。多剤体性力の受き身や多剤体性。 アシネトバクターバウマニの感染症に対して、コリスチンとの併用療法に用いられることがある。コリスチンとリーファンピシンの併用療法は、インビトロ及びインビボで、相乗効果があることが確認されている。サイプ 3A4 で代謝される薬は、薬物相互作用に気をつけなければならない。特に、HIV プロテアーゼ阻害薬、デラルビシン、ボリコナゾール、プラジカンテルは、 平用近期となっている。日本では第一製薬、加減製薬、日本千葉ガニーなどから販売されており、1996年に厚生大臣より気象疾病用医薬品の指定を受けた。リファンピシンは他の抗生物質に比べ自然体制を持たれやすい。そのため、大腸菌の科学的リファンピシン体制変異株を利用することで、インビボにおける RNA 合成を開始段階で同調させることができる。また、RNA の身長反応は阻害しないので、オペロンの構造分析にも利用できる。大阪市立大学の富山高見研究教授が1994年に、リファンピシンという薬に、アルツハイマー病の原因となるタンパク質、アミロイド β の蓄積を抑える作用があると発表。研究のきっかけとなったのは、 92年に報告された日本のハンセン病患者に関する論文。端的に言うと、ハンセン病患者の人たちは高齢になっても認知症を発症する頻度が極めて低かった。ご承知の通り、ハンセン病患者は当時の国の政策によって長期にわたって外界から隔絶され、しかも同じ薬を投与され続けてきた。主な薬はダプソン、クロファジミン、 そしてリファンピシン。これらの薬を入手して、アミロイド β の凝集を防げるか調べたところ、最も顕著に効果が現れたのがリファンピシンだった。その後、原因タンパク質の小さな集合体であるオリゴマーの形成を抑えることができるかを調べると、ここでもリファンピシンが断突で優れた結果をもたらした。さらに研究を重ね、リファンピシンはアミロイドタだけでなく、 タウやアルファーシヌクレインといった様々な原因タンパク質のオリゴマー形成も抑制することが判明。これにより、リファンピシンがアルツハイマー病だけでなく脳の神経細胞が徐々に失われることで発症する他のタイプの認知症にも効く可能性が示された。ありがとうございます。